はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、青玉ガチャが更新されたはずなので見てみましょう。さあどうか、完全に初見です。いきます。まずダウンロードが入ると、これはおそらく青玉ガチャの更新だと思うんですけど、さあどうだ、いきます。いや緊張する、頼む。どうだ、はい。何これ、なぜかバグってました。バグりました。落ちました回線。どう、なになになに、これ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 なに、ちょっと待って待って待って、ダウンロードまずされてないのか。ちょっと待って、 BGM ちょっと上げますね。どういうこと、なになに、これなに、これなにこれ青玉が、なに、うわ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 、ちょっと待って、なんかもうよくわかんないことになってるので、一旦これやめて、ちょっと一回ランダムマッチ潜りたいと思います。ちょっとゴールドたけしでちょっと潜ってたんですけど、とある事情でね、ちょっと名前も、そのまま、ダイナゴンにしておりますので、またそれはね、多分明日わかるかな。明日理由がわかると思いますので、明日ね、ぜひ見ていただきたいんですけど、何なんだ、あれ、青玉。まあでも、さすがに新しい、あれかな、復刻のキャラクターがバグってんのかな。前も先月かな、先月もあれなんですよね、その最初赤鬼だったのが、もうほんとなんであれ赤鬼にからなぜか清鬼になっちゃったんですよ。 SS ランク報酬のね、あれ赤鬼だったらな、多分スキン揃ったっていうか、あの赤鬼僕持ってなかったんですよね。でなぜか赤鬼そのじゃなく途中で持ってる清鬼になってしまって、あれなんか普通ああいう時って復刻ってガチャキャラ2体じゃなかったっけと思ったんですけど、あの赤鬼がガチャキャラなんですよね。で清鬼がなぜか SS ランクなのに出てたと。まあいいでしょう。なのでとりあえずこの1試合終わったらまたなんかダウンロードっていうか始まるんじゃないかな。今多分バグでおかしくなってますねバグった青玉ガチャがとんでもないことになっております。もう、なんだろう、回線が切れるというか、ゲームが壊れてしまう。はい。まあ、あれ確定で多分、僕だけなのかな？それとも皆さんなのか？今、ちょっと一応ね、カットしてる間にツイッター見たんですよ。で、まだ何も報告がないので、この、はい、あれからですね、ちょっとツイッターの方で、聞いてみました。まあ、なんだろう、消えちゃうみたいな感じで、なんだろう、そのツイートしたんですけど、やっぱり他の人も、落ちてしまうみたいですね。まあおそらく修正されると思うんですけど、これは何なんだろう。まあおそらく、まあバグというか、まあね、そのよくあるって言ったら失礼だけど、やっぱりアップデ後にはねよくあるというか、そのだと思うんですが、それは置いといて、その普通の、なんだろう、スキンなのか、ちょっとわかんなくなってきましたね。なんか、ね、大体何かしら大きなアップデがあるときって、その青鬼オンラインさんがツイートするんですよね、事前に。何日、明日、何々の予感みたいな感じで。その、大体青鬼オンラインさんがつぶやくので、まあ、今回も青玉ガチャ言うて何もないだろうって思ってたんですよ。でもなんか、どうなんだろう、こんだけなんかちょっと不具合があるとなると、何かしら大きなアップデをしようとしていたのか、なんかちょっと若干期待をしてしまう自分がいるんですけど、まあとりあえずね、あのレアスキンを探していきたいと思います。とりあえずね、戦いながら、レアスキンを探す男トライアングルでございます。返してください、私のタブからごめん、ありがとう、ガスマスティン。オッケー、よし。さてと、じゃあ、ここら辺2つ全て私がいただきます。ありがとうございます。はい、筋肉ミカって上にいるんだけど可愛いですね。オッケー、大丈夫、ひまわりは大丈夫。でも青玉どうなんだろう。前はね、そのなんだろう、赤鬼が清鬼に変化しちゃったのって30分間ぐらいだったのかな、15分かな、なんか、あ、今回赤鬼なんだって言って、そのまあ僕撮影したかな、してないか、でしてないか、そので編集してる時になぜか清鬼に変わってて、なんでって思った記憶がすごいある。まあでもそう、また
多分ミスかなと思ってその修正されるの待ってたんですけど、結局1ヶ月気温だったのでね、ちょっとあれだけが本当にわからないというか、なので今回ももしかしたらそのまあスキンを最初間違えてしまって、ただ今修正中なだけかもしれないですね。直前で、あのスキン間違えてしまったっていう感じで、でちょっと一旦そのね間違えて出るよりっていうので今修正されてるかもしれないです。今急いでやっていただけてると思いますので待ちましょう。最終地点はまあまあでもひまわり鬼なんでね、そんな怖いことはないのでいいんですけど、いやあの青鍵祭りの青鬼の AI はすごかった、本当にきつかった。あーこれガスマスク食らいたくないとなるとこっちに行きましょう。お邪魔します。で最終地点ここでしょ、となるとぐるぐるするところがない。そしてメデューサさんと勝つにはガスマスク勝負しかない。ヒロシさんとメデューサさん、この二人に勝つにはガスマスクを取るしかない。あのガスマスクをいかに維持するか。誰かパワープロで四兄弟が相まみえる。パワープロオンライン、いや未だにダメですねこれ、多分真っ白になってる。まあとりあえずじゃあこれがダメならガチャ引きましょう。青玉ガチャが引けないので、10回3000枚行きたいと思います。ここでカブトムシ男を出して、見事やったーって感じで来たと。ほら水着たけし来ましたよ。夏に関連するもの、水着といえばそう海、そして海の反対といえば山、山といえばカブトムシ男です。そうです、沖田総司です。はい、いや本当にね銀魂のね、あそっか銀魂だが沖田総司か、はい、あの沖田総合にもうそっくりということで、はい、あの狙っていきましょう。いやカブトムシは欲しいね本当に。まさかそのうーん持ってんだな、虹色持ってんだ。違うんです、私が欲しいのはこの虹色ちゃんではない、この虹色じゃない。まあ確かにバスケスキンはかっこいいですよ、個人的に結構好きなスキンなんですけど、好きなスキンありがとうございますなんですけど、カブトムシ男が欲しいんですね私。あのもう持っておりますので、まあもちろんこれ引いていきましょう。単発でもねガンガン引いていきますよ。これで出ること全然ありますので、単発の方が意外と出るみたいな。だからこれをここはあえてスキップです。スキップ。はい。スキップの方がなんか出る気がする。このねリザルト我慢、リザルトっていうのか。そのほら。いや単発でな持ってんだけど、これスキップの方がなんか出る気がする。はい。はい、ということでちょっとね、もしかしたらこの後夕方っていうか青玉が更新されたらもう一本投稿するかもしれないです。はい、ちょっとそれは確定できないんですけど、ちょっとこのままお見せするのもあれですけど、一応ねこういうことがありますよっていうちょっと今注意転換もしたいので、まあ、ちょっとこの動画出すと思います。出してなんだろう、勝手に落ちちゃうよっていうか、まあ、ゲームが落ちちゃうよっていうのを一応まあやって、まあ多分直されると思うので青鬼オンラインさんがね、その時にまたまあ動画にできたらと思います。ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあ最後はオチして終わりましょう。じゃあバイバイ。やばいですね、さっきからめっちゃ落ちます。何回もあの試合中に何回も落ちてしまう。どうしよう、厳しいな。まあまあまあ、とりあえず行きましょうか。いや、マッチングして、どれぐらい、いやでも、僕の回線が悪いとかじゃないよね。僕だけね、青玉ガチャが更新されてないよとか、だったら、まあ僕の回線が悪いのはわかるんですけど、違うもんね。他の人もってことはおそらく、そういうことだよね。ということで、じゃあ行きましょう。まあ、とりあえず、青逃げ目指してやっていきたいと思います。そして新ステージ。いいですね、新ステージ。青銭が172枚なんです。はい、気にしないでください。悲しいことが起こったんだよ、マイブラザー。さて、行きましょう。まあ、レアスキンをね、狙ってね、行きたいと思います。さあ、はい！いただきま、青銭1枚、オッケーオッケー。とりあえず落ちなければいい、落ちなければ。とりあえずもう落ちないことをもう今日にしていく系実況者のトライアングルです。よろしくお願いします。28歳。ありがとうございます。よし。さあ年齢公開をしていったところで、まあ何回も年齢は言ってると思うのでね、性別は非公開ですけど年齢だったらいくらでも言います。はい、
え、あ、ちょっと待って、宝バッティング、センキュー、ガスマスティン、もしくは、オッケー、ガスマスティン。いいですよ。まあ、袋スキンが一番いいんですけど、まあ、そんな贅沢も言ってられないといったところでござる。なんかすごい、これもうすごいね。宝箱の中に吸い込まれるんだよね、これ。まあ、これは前からなんで、あれなんですけど、ちょいちょい、バグというか、ラグがね、発生しておりますということでございます。いや、ちょっと青玉ガチャが最近ちょっと不調ですね。清にもそうだし。あの清にさ、なんだろう、青玉から出た清には、なんか赤鬼に今後変化しますとかなってくんないかな。本当は赤鬼でしたので、みたいな。そしたら僕多分3体ぐらい赤鬼出てくると思うんだけど。青玉はね、もう動画外で引いてます。はい、引いてますっていうかもう、レベル3すぐ溜まるので、だからもう、引くんですよね、必然的に。なので、そしたら、まあ、いっぱい出てくると。大仏も多分1回は出た。さすがに何回もは出なかったんですけど、多分1回ぐらいは出たと思うんですけど。うん。と、あと、清にと、あと、おかめだっけ？おかめかなんかが出てきたのかな？おかめじゃないか？違ったかな？さてと、まあ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 、別にレアオン、なんかすごいぽよぽよ動いてる、かわいい。ここでとりあえず集めましょうか。ここ宝箱がいっぱい出てくるので、いっぱいあるので、取れるか取れるか、取られ、オッケー、センキュー、取られたー。2頭ものは1頭もえず、ありがとうございます。さあ、多分最終地点ここっぽいかな。さあ、レア鬼が出現。このレア鬼がクワガッティかどうかによって難易度がかなり変わってくる。レア鬼はね、なんか、あ、でもあれか、ここのレア、ちなみにここのレア鬼は、ガリオニだったかな。やっぱり新ステージのそのレア鬼はガリオニになるみたいですね。ガリオニ今一瞬いましたね。いたね。そうです。新ステージのレア鬼はガリオニなんで。そっか、これにしたいな。これ最後、動画の最後にくっつけますか。新ステージのレア鬼多分見せてなかったと思うので。オッケー。じゃあとりあえず私はここで。はい！袋！ダメですね。よし、鳩のモノマネすれば、黒出るかな。なんか出なかった。田舎の鳩のモノマネしてんだけど。もっと低いか、田舎の鳩。鳩、待って、こんないつ解けんの。危ない。違うな。もうちょっと練習して、もっと練習しますので、皆さん、見捨てないでください。もっと鳩上手くなりますので、ごめんなさい。怒らないで。はい。いただけない。ここで落ちるのやめて。はぁー。